皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回は第3のサッカーゲーム UFL 情報を紹介していきます。はい、ということで新パートナークラブが発表されましたので、もう何クラブ名でしょうね、5か6かぐらいなんですけど、今回紹介していきたいと思います。今回パートナークラブ発表されたのが、トルコのベシクタシュが発表されました。はい、内容としてはこちらですね。ベシクタシュとして、私たちは翼を広げて参加し、 UFL サッカーの経験を別のレベルに引き上げます。あなたのスキルだけが重要であり、あなたの情熱をあなたのチームと共有するユニークなフェアトゥープレイ体験をお楽しみくださいというふうにツイートしてます。はい、ちなみに、それに対して UFL の公式はようこそブラックイーグルス、ようこそだけでしたね。はい、ということでこちらが新しいパートナークラブということで決定しました。結構まね面白いところをついてくるんで、まあ、いずれトルコ来るんじゃないかなということを言ってましたけど、やはり来ましたね。次はオランダあたりをね、予想してるんですけど、また情報があれば、紹介していこうと思います。こちらのチャンネル基本的には来作のウィニングレブン、ミーフットボール情報だったりとか、FIFA の情報なんかを紹介しているチャンネルです。このようにUFL 情報、まあ何か紹介するものあれば紹介しております。もし UFL などサッカーゲームに興味あるという方はチャンネル登録などよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。